ホス、こんにちは。課題を持って取り組もう第2弾ということで、今回は、距離感を意識して練習しようです。ミットやサウンドバッグとはまた違って、対人練習、実際に人と戦う時っていうのは、距離感が非常に大事になってきます。動かない対象に対して打つ攻撃、自分に合わせてくれる攻撃に対して打つ攻撃とはまた違って、ここからこうやって打てば相手に当たる、相手に届くというのがあります。それが距離感。その距離感が非常に上手な選手というのは、自分の攻撃を当てて相手の攻撃は当たらない、そういう風になります。今回はその距離感を意識した練習法、パターンというのをいくつかご紹介したいと思います。はい、まず距離感を意識して練習するときに基準となるのが、自分の攻撃が届く距離です。パンチの場合、構えてストレートを最大まで伸ばした状態、体をしっかりひねって前重心にした状態、この状態で届く場所、このぐらいですかね。これが自分のパンチのリーチになります。前手というのは最初から前にあります。体っていうのは半身を切っている状態なので、これ以上ひねっても前重心にこれが限界になります。でも後ろにある手、この後ろの手、ストレートの手というのはしっかり手を返してぐーっと体重を前に乗せて押し込んでいくと、体のひねりがしっかり使えるので、前の手に比べると少し距離を稼ぐことができます。これがパンチの自分の実質的な距離になります。個人差がありますが、その位置から半歩下がったところ、ここが自分の蹴りが届く実質的な距離になります。この場合は後ろの足、後ろの足でまっすぐ蹴り上げる蹴り、そしてつま先をしっかり返して蹴った状態ですので、ミドルキックをしっかり伸ばして蹴った時、これが自分の蹴りのリーチ、実質的な距離になります。おそらく大股一歩分ぐらい、サンドバッグから大股一歩分ぐらいが自分の最大の蹴りのリーチになります。これ極端に足が長い人ですとか、極端に毛が長い人っていうのはもう少し遠くなると思いますが、一般的にはこのぐらいが自分のリーチになります。でこれが実質的な距離、自分のリーチですので、まずその自分のリーチ、ここからだとしっかり攻撃を当てられる、動かなくても当てられる距離っていうのを自分が見た感覚で、ここなら自分がパンチが当てれる、ここなら踏み込まずに蹴っても蹴れる、その距離っていうのをまず見つけてください。まずそれを基準として、そこでしっかり強い攻撃が打てるように、前回意識して練習しました重心っていうのをしっかり移動させながら打つ、体重の乗った強い攻撃が打てる、動かなくてもしっかり強い攻撃が打てる、そしてその距離感、自分が踏み込まずに攻撃を当てれる距離っていうのを、このサンドバッグなりミットなりで覚えていきます。でその位置を基準として、これが相手だとします。相手だとすると、この位置構えると、ここからなら踏み込まずにパンチが届くな、それが構えた状態で、相手も動きますが、相手と対峙した時に、ここなら当たる、ここなら近いからもう絶対に当たる、ここならちょっと遠いからパンチは届かないな、そういうのが基本的な距離っていうのが分かると、相手と自分の距離、位置によって分かるようになります。でそのリーチを基準として、そこから少し離れた場所、だいたい対峙して動いていくスタートの距離っていうのはこのぐらいだと思います。ここからだとパンチだと届きません。ここからだと自分にとってはパンチのリーチではありません。でも蹴りを最大に伸ばした蹴りであれば届くリーチではあります。でも相手も動きますし、構えてます、攻撃もしてきますし、ディフェンスもします。なので自分の届く距離、踏み込んだりしなくても届く距離が分かっていれば、そこからどういう動きをして相手に攻撃を当てれるか、例えばジャブであれば一歩踏み込みながら打ってやる、ストレートであっても少し前に足を進めてから打ってやる、蹴りであればこのままでもまっすぐ蹴れば届きますが、少し半歩
踏み込んで蹴ってやればより相手にしっかり当たりますし、相手もディフェンスしにくくなるということで、半歩前に進んで、少し横から蹴ってみる。自分が踏み込まずに立った状態から攻撃が届く距離っていうのが分かっていれば、自分がどういうステップを入れるか、自分が攻撃、当てたい攻撃をする前にどういう動作を入れてやればちょうど相手に届くか、それが距離感です。例えば自分がじっと構えている状態、ここからなら最大に伸ばせばパンチは当たるなと思っている時に、例えば相手が何かしてこようとして少し前に足を出した時、少し前に相手が進んできたっていうことは、自分のパンチが絶対に当たる距離に入ってきてるわけです。自分の攻撃のテリトリーに相手が入ってきたっていうわけなんで、相手が入ってきた、あ、近くなったなと思ったら、相手がアクションを起こす前に先に攻撃を当ててやるっていうのが、その距離感が分かっていればできるようになります。そして相手と正面で対峙した状態で何もせずに攻撃が当てれる状態、場所っていうのが分かっていれば、自分からその位置をずらして相手に攻撃を当ててやるっていうこともできるようになります。自分のパンチはこのぐらいから伸ばせば届くだろう、その距離感っていうのが体に染み込んでいれば、少し自分の位置をずらしてやりながらでも当てれます。ということは、相手からすると正面から出なくても攻撃が飛んでくる、やりにくくなります。で、当たりやすくなります。蹴りに関しても、こっからならハイキックが蹴れるぞ、でも相手ガードしてるから蹴れないな、距離的に合ってるんだけどガードがあるから蹴れないな、そうやって狙っている時であれば、相手が少し前に出てきた時、その瞬間、そのタイミングというのをしっかり見ていれば、相手が入ってきた、絶対にこれは当たる、でもまっすぐじゃ当たらないから半歩踏み込んで蹴ってやれば、ハイキックも当てれるぞと、今っていうタイミングっていうのは、自分がどの位置からどういう風に攻撃をすれば、攻撃が当てられるか、それが分かっていないと、やはりそのタイミングは分かりません。そのタイミングを見つける手がかりとなるのが、この距離感です。こういう風に距離感が分かっていれば、かなり自分の攻撃の幅っていうのも広がりますし、タイミングっていうのが上手になってきます。で、逆を言えば、相手も自分とほとんど身長が変わらなければ、多分階級が同じぐらいであればそんなに大差ないと思います。時々すごく身長高くてリーチが長い選手っていうのはまた別ですが、だいたい背格好が似てる場合っていうのは距離感もそんなに大きく変わりません。なので、自分のパンチが届く距離、何もしなくてもパンチが届く距離っていうのは相手も同じだと思ってください。ということは、この位置でガードを下げているとパンチは届いてくる、この位置でカットを意識していないと蹴りが飛んでくる、そういうのも分かるようになります。なので、自分の距離感が分かれば、相手の距離感、相手がどの距離で何をしてくるか、何をしてくる可能性があるか、これもディフェンスをする一つの手がかりにもなります。ですので、この距離感を意識して練習するとき、まずは何もせずに自分の攻撃が当たる距離で少し打ち込みます。まずはアップとして、そこで動かずに1ラウンドぐらいサンドバッグ打ってやってもいいと思います。で、次のラウンドから、その位置から半歩下がったところ、ここからだと自分はどうやったら攻撃が届くか、どういう入り方をして攻撃をしていくか、それを練習していきます。まずはこの位置、少し下がった位置から自分がワンステップ入れて攻撃をしていく、自分がワンステップ入れて攻撃をしていく、攻撃をした後は必ずその場所まで戻ります。同じ場所まで戻ることで、距離感を一定に保つことができます。で、この距離感、ここからなら一歩踏み込めば当たるな、あのステップインをすればこの攻撃が当てられるなっていうのを自分の中でパターン化してやります。この位置からならちょっとジャブのフェイントをして軽く踏み込んでミドルを蹴ればミドルが当たるな、あ、バン、こんな感じですね。こういう風に自分の中でパターンをいくつか作ってあります。そのパターンが体に染み込むと、スパーリングや試合であっても、あ、この距離か、あの距離だな、あ、まあ、同じように動くことができると思います。で、1ラウンド同じ場所に戻って、ワンステップ入れて攻撃をするっていうのをした後、その次のラウンドからは同じ位置ではなくて位置を変えていきます。
同じ距離感で、ちょっとここ狭いんであまり回れませんが、相手を中心、サンドバッグを中心として相手の周りを回りながら、こういうふうにステップをしながら相手の周りを回りながら同じ距離感で攻撃をしていきます。ここからならワンステップで攻撃ができる、ここからならあのパターンで攻撃ができるっていう距離を保ちながら、その距離を保ちながら回って動いていきます。もちろんスパーリングや試合であれば相手は動くわけなんで、一定の距離感でずっと自分がやれるっていうことはほとんどありません。ですので、その距離を自分で測りながら、測るというか覚えながらですかね、その距離感を意識しながら動いていきます。これはほんの一例ですが、こういうふうに自分で距離感を覚えていくために、サンドバッグやミットなどで練習していく。で、この距離感っていうのがしっかり染み込んできたら、今度は攻撃するだけじゃなくてディフェンスの方も意識してやりながら動いていきます。自分が攻撃をした位置、自分が下がった位置だと相手は何をしてくる可能性があるかな、それも考えながら練習していくとディフェンス力も同時に向上する可能性があります。で、今ちょっとやりましたが、今回はこの距離を保つ、自分の距離感を意識するということで練習してますので、自分のいい距離を保つために相手がもっと近くに入ってこようとするとき、この前ですね、接近戦の前っていうのはこの距離感っていうのは全く関係がなくなってきます。全部の攻撃当たりますし、それはお互い同じ状態になるわけなんで、この距離感関係ないところまで入らせないように、定期的にこういうふうに前蹴りで距離を取ってやる、その動作をサンドバッグでステップをして回りながら動いていくときに、時々入ってくるなよっていう前蹴りを出してやる、自分の距離感をキープするという意味を込めて出してみるのも一ついい方法だと思います。特に蹴りの選手、ミドル、ロングの間合いで戦いたい選手にとっては、この動作っていうのは非常に大事になってくるので、この距離感の練習の中で入れ込んでやるっていうのはおすすめしています。はい、このように距離感を意識してサンドバッグやミットでトレーニングをしたら、これもまた対人練習、相手が動く状態でマススパーリングなどで距離感をしっかり意識しながら、この距離はさっきサンドバッグで練習してたあの距離だなっていうのを自分で探しながらスパーリングをしてみると、攻撃をした時の感覚ですとか、自分はちゃんとできているんだ、これちょっとできてないなっていうのは分かってくると思います。ですので、サンドバッグやミートだけじゃなくて必ず対人練習でそれを試すようにしてみてください。かつ前回のボリューム1でやりました重心をしっかり意識して攻撃をするっていうのを、この距離感の中でもその意識もプラスして動いていくと、この距離ならいい攻撃が打てるな、重心、体重をしっかり移動させたいい攻撃が打てるなっていうのを、身につけるいい練習にもなると思います。意識を持って練習する、日によって意識をすることは別々になるかもしれませんが、結局は全てを一つにまとめる必要があります。なので、別の日にやった意識していたことっていうのを忘れないように、それも考慮しながら、その日特に意識することを重点的にやっていくとかなり伸びやすいと思います。ぜひ練習してみてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気に入ってくださった方はこちらでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価していただければ嬉しいです。関連動画もこちらにございますので、よろしければご覧ください。またお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。